多くの方がご存知かもしれませんが、オーストラリアは世界中から移民を受け入れ、多様な文化が共存する国として知られています。特に韓国からの移民も多く、2021年の時点で10万2789人の韓国人がオーストラリアで生活していることが確認されています。韓国人にとってオーストラリアは魅力的な居住地であるようです。しかしながら、最近では移住者の約半数が帰国を余儀なくされる可能性に直面していると報じられています。この状況が発生した背景には何があるのでしょうか。今回はオーストラリアと日本に住む韓国人の現状とその背後にある理由について詳しくお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず、移住を検討する多くの人々がオーストラリアに魅力を感じる理由から探ってみましょう。オーストラリアはその多様な文化や豊かな自然環境に恵まれ、世界中から注目されています。生活コストは他国と比較して少々高いかもしれませんが、その分リラックスした生活を求める人々にとっては理想的な場所であると言えるでしょう。またオーストラリア政府は過去の白豪主義政策を転換し、1973年以降は積極的に多文化主義を推進し、移民や移住者に対して包括的な政策を実施してきました。2022年の統計によると、1年間で約73万人の人々が新たにオーストラリアへ移住してきたことが示されており、この数は新型コロナウイルスの流行前でも年間約60万人の移住者があったことからも、オーストラリアがいかに移住先として人気があるかがうかがえます。しかしながら、オーストラリアを離れる人々も多く、人口増加率は年間平均で約20万人程度となっています。2019年の時点でオーストラリアの居住人口の約 30% が海外生まれの人々であることから、約750万人もの人がオーストラリアで新たな生活を送っていることがわかります。これにはもちろん、先述したように約10万人の韓国人移民も含まれています。しかし、オーストラリア西部の都市パースに住む韓国出身の実業家はメディアの取材に対して、1年間で韓国出身の人々が半分近く減少していると述べ、かつてパースには約1万8000人の韓国人が居住していたが、現在は約9000人に減少していると報告しました。多くの韓国人が母国へ帰国してしまった原因の一つとして、457ビザの問題が指摘されています。このビザはオーストラリアで就労するために必要なスポンサービザであり、特定の職業で雇用主からスポンサーを得て最長4年間働くことができますが、この制度によって生じた問題が帰国を促している可能性があります。このようにオーストラリアへの移住は多くの機会と可能性を秘めている一方で、移住者が直面する課題も少なくありません。オーストラリア国内で国内外の雇用主によって熟練労働者を一時的に雇用する目的で最も一般的に利用されていたのが457ビザと呼ばれる制度でした。このビザは溶接工、料理人、配管工、建築業など651種類に及ぶ職種の熟練労働者を対象にしており、雇用主からの具体的な要請があれば最長4年間のオーストラリア滞在を可能にしていました。さらに、このビザの下で2年以上連続して雇用されることで、オーストラリアの永住権を申請する資格を得られるため、多くの海外からの移民たちにとってはオーストラリアに定住するための主要な道筋となっていました。しかし、2018年3月に政府はこのビザ制度を廃止すると発表しました。この廃止の背後には、継続的な海外からの労働者の流入が、オーストラリア国内の雇用市場に悪影響を及ぼし、国民の雇用機会を脅かす恐れがあるという政府の懸念がありました。そこで、457ビザの廃止と同時に、一時的技能不足ビザ、TSS ビザと呼ばれる新しい種類のビザが導入されることになりました。この新しいビザ制度では、以前の457ビザと比較してより厳格な条件が設定されており、具体的な職歴や英語能力を重視し、
特定の人材不足が認められる職種に限定して2年または4年間の労働が認められるようになりました。この変更により従来の651種類の職種から約450種種に対象職種が絞り込まれ、ビザ取得のハードルが高くなったのです。また市民権取得のための審査基準もより厳格化され、資格取得までの期間延長やオーストラリアの価値観を受け入れる証明、英語能力の証明など新たな要求が加わりました。もっともこのビザ制度の改正がすでに457ビザを保持している人々に直接影響を与えるわけではありません。改正前に457ビザを取得していた人々には新しい制度下でも2年または4年のビザ更新が可能であり、条件を満たせば引き続き永住権の申請ができるとされています。パースに居住するある韓国出身者は457ビザの廃止を特に中国人労働者の急増への対策だと捉えているようです。オーストラリア政府は国内の雇用を保護する名目で457ビザを廃止しましたが、このような措置が国際的な労働市場にどのような影響を及ぼし、オーストラリアの多国籍コミュニティにどのような影響を与えるのか、今後注視していく必要があります。それにもかかわらず、私たち韓国人を含む無関係な人々がこの状況の犠牲者になっているのが現実です。パースはインド太平洋地域の資源の中心地として認知されており、その地域は金、鉄、銅、ウラン、石油、天然ガスなどの天然資源で知られ、宝箱と称されています。このおかげでオーストラリアの主要な輸出港であるポートヘッドランドは世界で最も多くの鉄鉱石を輸出する港として広く知られています。 BHP ビリトンやリオティント、ハンコックプロスペクティングなどの大手企業による反対意見も多数ありました。オーストラリアに拠点を置くある工業会社の社長は457ビザの廃止により従業員が帰国せざるを得なくなり、労働力不足に直面していると述べています。457ビザの廃止はオーストラリア人の雇用率を向上させるかもしれませんが、鉄鉱石業界のように肉体労働を要する産業では外国人労働者が担っていた役割をどのように補うかが問題となります。このような労働政策の厳格化は国際競争力の低下を招き、結果としてオーストラリア人の雇用状況をさらに悪化させかねませんと彼は指摘します。またオーストラリアの航空会社であるカンタス航空もビザの変更によりパイロット不足に直面し、特別措置としてより長期の滞在を政府に要請しています。457ビザの廃止は国内雇用を保護する目的で行われましたが、それによる負の影響も少なくありません。雇用の柔軟性を制限する施策は短期的には利益をもたらすかもしれませんが、長期的には逆効果になる可能性がある諸刃の剣であると、オーストラリア政府は慎重に考える必要がありました。しかし短期的な成果を優先し政策の転換を行った結果、韓国人だけでなく多くの海外からの住民が帰国せざるを得ない状況に追い込まれてしまいました。グローバル化が進む世界では移民に対する寛容な姿勢が求められますが、2015年の欧州難民危機を例に挙げると受け入れ国における社会や政治への大きな影響も無視できないというのが事実です。欧州難民危機はシリアやイラクなどの紛争地域から多数の難民や移民が正規の手続きを経ずに地中海やヨーロッパ南東部を経由し EU 圏内へ流入したことに端を発する深刻な問題です。この危機が一段落した後も戦争や内乱により故郷を追われた人々が世界中に広がり、その人数は2019年6月の時点で約7000万人に上ると報告されています。これらの事態は年々増加する移民問題を浮き彫りにし、各国が難民や移民への視線を厳しくする背景となっています。特に日本ではこれまで難民や移民の受け入れに対し厳格な態度を取り続け、国際社会からの批判を受けてきました。しかしこれは日本固有の産業や文化を守るための措置だったのです。難民と移民の違いについても注目されています。難民は迫害や紛争、暴力の恐れから故郷を逃れた人々で、
国際法に基づき定義されています。一方で移民には正式な法的定義が存在せず、さまざまな理由で住む国を変えた人々が含まれます。日本の難民受け入れ状況に目を向けると、2023年度には約7000件の申請があり、その中から202人が難民として認定され、さらに1760人が人道的観点から在留が認められています。これは過去に批判された認定率の低さとは裏腹に、実際には多くの人が保護されていることを示しています。移民政策に関しても、日本は2018年時点で51万人を受け入れ、世界で第4位の移民大国となっており、2019年4月からは特定技能を持つ外国人労働者を対象にした新たな在留資格が設けられました。この改正入管法は、人材不足に悩む産業分野への外国人人材の流入を促進し、2022年度には32万4940人が新たに日本での就労の機会を得ました。これらの動きは、グローバル化の進展とともに、難民や移民に対する柔軟な対応が求められている現代において、各国が直面する課題と機会を浮き彫りにしています。一方、特定技能ビザなどの在留資格は、熟練労働者以外の家族の帯同を認めていないことから、主に一時的な労働力としての滞在が前提とされ、在留期間の上限は5年と定められています。 EU のブルーカードのような永住に向けた特典がないことも、この一時的な性質を強調しています。2022年末の統計では、日本に住む外国人の数は307万5213人に上り、これは日本全体の人口の約 2.5% を占めることになります。国籍別では、中国が約76万人で最も多く、次いでベトナムが約49万人、韓国が約41万人と続きます。特に注目されるのは、韓国人の中には特別永住者という独特の在留資格を持つ人々が含まれている点です。2022年末時点で、在日韓国人41万人のうち28万人がこの資格を持っています。特別永住者は、主に日本統治下の朝鮮半島や台湾出身者とその直系家族で、戦前や戦中から日本に居住し、戦後も日本に残った人々に与えられた資格です。これは日本の歴史的背景や平和条約に基づいており、特別永住者の存在は一般的な永住者とは異なる枠組みで捉えられます。朝鮮半島からの移民は戦後直後には約204万人に上りましたが、1946年3月末までには130万人以上が帰国しました。それでも1951年10月時点で約60万人が日本に残留し、このような背景から特別永住者の資格が整備されました。この制度は戦後の混乱期における日本政府の対応として設けられ、今日に至るまで多くの在日韓国人、朝鮮人に影響を与え続けています。在留外国人に関して、彼らにどの程度まで社会保障の恩恵を適用するかは重要な議論の一つです。多くの在留外国人が日本で生活保護の支援を受けていることは注目に値します。特に1950年代には、在日外国人の約 10% 以上が生活保護の受給資格を持っていました。これは同時期の日本国内での生活保護受給者の全体比率約 2.03% の約5倍という驚くべき高い割合を示しています。この時代背景を踏まえ、1965年6月には当時の韓国大統領パク・チョンヒが、在日同胞の苦難は韓国政府の責任であると公言し、在日同胞への安全確保と自由の拡大に向けた韓国政府のより積極的な取り組みを約束しました。さらに進んで、2021年度に厚生労働省が実施した非保護者調査によると、日本における生活保護の総受給世帯数は161万7578世帯、総受給者数は200万8950人に上り、そのうち外国人が世帯主を務める受給世帯は4万5623世帯、受給者数は6万5273人であることが明らかになりました。これにより、
外国人世帯主による生活保護の受給率が世帯数で 2.8%、 受給者数で 3.2% となり、日本全体の生活保護受給率 1.6% と比較して顕著に高いことがわかります。国籍別に詳しく見ると、在日韓国朝鮮人が 28,700 世帯で 33,666 人、在日中国人が 5,980 世帯で 9,476 人、在日フィリピン人が 5,165 世帯で 11,183 人となっています。ただし、生活保護は世帯単位での支給が原則であるため、外国人が世帯主であってもその家族構成には日本人が含まれている場合があり、またその逆も存在することから、受給者の正確な国籍を特定することには限界があることに留意する必要があります。年齢層に着目すると、在日フィリピン人受給者の平均年齢が 29.7 歳、在日中国人受給者の平均年齢が 56.3 歳に対し、在日韓国朝鮮人受給者の平均年齢が 67.3 歳となっており、外国籍受給者全体の平均年齢 54.7 歳と比較しても、特に韓国朝鮮人受給者の高齢化が目立っています。この背景には、1982年まで外国人が国民年金に加入できなかった歴史的経緯や、加入しても必要な加入期間に満たないと判断し加入を見送った人が多かった事実があります。これらの事情は、日本に長く住む在日韓国朝鮮人の間で低年金や無年金といった問題を引き起こし、高齢者の生活保護依存を高める一因となっています。このような複雑な背景を持つ在留外国人の社会保障問題は、日本国内での多文化共生の在り方を考える上で重要な課題の一つと言えるでしょう。日本国憲法第25条では、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると明記されており、この理念に基づき1950年には生活保護法が制定されました。この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としていますが、文言に国民という語が用いられているために、生活保護の権利保障が日本国民に限られていると解釈されることがあります。実際、過去には外国人に対しても生活保護を提供すべきかという問題が裁判で争われたことがあり、その結論は法律的には範囲外であるものの、人道的な観点から支給すべきと判断されました。外国人への生活保護の適用については、1954年に厚生省が発した通知で、生活保護法を外国人にも準用し保護を実施することが決められています。1990年以降、この準用の範囲は、日本に合法的に長期滞在し活動に制限がない永住者などの特定の在留資格を持つ外国人に限られるようになりました。また2019年には、生活保護を受けている外国人が在留資格の更新を申請する際、新設された出入国在留管理庁が3年ごとの滞在許可の更新申請をもとに、必要に応じて本国への強制送還を決定する制度が導入されました。生活保護制度は、国民皆が平等に享受できる権利であり、困難な状況にあるときに互いを支え合うためのものです。よく指摘される不正受給の問題も存在しますが、その実数は全体のわずか 0.29% と非常に少なく、多くの誤解が生じているのが実情です。このような手厚い生活保護制度は世界的にも稀であり、日本のような制度が世界各国で整備されていれば、ホームレスの発生減少や治安の改善につながる可能性があります。日本には、困難に直面した時でも生活を維持し続けられる世界でも類を見ない制度が整えられており、私たちはそのような国に住んでいることを誇りに思うべきでしょう。今回のテーマに対しては、海外からも様々な反応が寄せられており、そのいくつかを紹介いたします。最近、アジアを含む世界各国で日本をはじめとする国々における海外移住者の増加が見られます。
このような増加が少々の不安をもたらすかもしれませんが、異なる文化背景を持つ人々との共生が実現できれば理想的ですね。オーストラリアでは福祉の面で充実した支援が提供されており、高齢者の自立と自主性を尊重する文化が根付いています。これは過度な介護を避ける日本とは異なるアプローチです。日本の国土はオーストラリアと比較して小さいにもかかわらず、人口は1億人を超える密集度を示しています。フィリピンも同様に1億人を超える人口を有し、インドネシアはその倍以上の2億人の人口を抱えています。これらの事例から、国土の広さと人口密度は必ずしも直接的な関係にないこと、また人口増加の背景には国によってさまざまな要因があることがわかります。オーストラリアが比較的人口密度が低い国であることが、移民にとって魅力的な要因の一つになっている可能性があります。日本政府は福祉面でのサポートや移民政策においてオーストラリアの例を参考にするべきではないでしょうか。日本は国民のために存在するという観点から、政策の再考が求めたいと思います。また日本の入国管理や永住権の取得基準に対しては、言語習得などの最低条件を設けるべきだという意見もあります。こうした多様な意見が寄せられている中で、日本独自の文化や産業を守りつつ、グローバル化が進む現代において外国人とどのように共存していくかについての議論が求められています。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。